アリューシャン列島、アレウトの島々の岩、北、太平洋に古城に連なり、アメリカ合衆国のアラスカ半島から、ロシアのカムチャツカ半島にかけて、約 1930km にわたって伸びる列島である。アリューシャン列島は、フォックス諸島、フォーマウンテンズ諸島、アンドリアノフ諸島、ラット諸島、バルディア島、ニア諸島、コマンドルスキー諸島からなる。が、 北緯52度から55度、東経172度から西経163度に位置し、関太平洋火山帯の一部を構成する。大部分がアメリカ合衆国アラスカ州に属しているが、西端のコマンドルスキー諸島のみが、ロシア連邦カムチャッカ地方、アレウト地区に属する。フォックス諸島西端とフォーマウンテンズ諸島東端の間の海域に、 生計169度30分線があり、ホックス諸島から東はアラスカ標準時である。フォーマウンテンズ諸島から西、ニア諸島の西端まではハワイアリューシャン標準時となっている。ニア諸島西端のアッツ島とコマンドルスキー諸島東端のメイドヌイ島との間にアメリカ合衆国とロシア連邦の国境線と国際日付変更線があり、コマンドルスキー諸島から 西は2013年以降カムチャツカ時間となっている。夏時間は2011年以降廃止されている。国際日付変更線をまたぐため、ニア諸島とコマンドルスキー諸島の時差は2時間ではなく、22時間となっている。ありがとうございます。